アンパンマン、人気キャラクターランキング1から50。アンパンマンに登場するたくさんの仲間たち、人気キャラクター一番に輝くのは誰かな。第1位、アンパンマン。ジャムおじさんが作ったパン生地に命が宿ってアンパンマンが誕生したよ。困っている人を助ける正義の味方。第2位、バイキンマン。アンパンマンを倒すためバイキン星からやってきたよ。綺麗なものが大嫌い。ダダンダンやモグリンなどいろんなメカを作るよ。第3位、ドキンちゃん。ドキンちゃんの妹、嘘泣きの名人で、コキンちゃんの涙がかかると悲しくないのに泣いてしまうよ。4位、ドキンちゃん。バイキン星からやってきた女の子。わがままでバイキンマンを困らせているけれど優しいところもあるよ。食パンマンに憧れているよ。5位、赤ちゃんマン。小さな赤ちゃんだけど困った人を助ける正義の味方。とっても力持ち。ミルク坊やと仲良しだよ。6位、メロンパンナちゃん。愛の花の蜜を入れて作られた優しい心の女の子。お姉さんのロールパンナが大好き。得意技はメロメロパンチ。7位、カレーパンマン。気が短くて怒りっぽいが頼りになるアンパンマンの仲間。熱いカレーを口から吹き出して戦うよ。8位、ダダンダン。バイキンマンの作ったメカ、頭の中に操縦席があるよ。大きな足で何でも踏みつぶすぞ。9位、ロールパンナ。メロンパンナちゃんのお姉さん、バイキンマンがこっそり入れたバイキン草のエキスのせいで正義と悪の2つの心を持ってしまったよ。10位、メイケンチーズ。小さい頃にアンパンマンに助けられてからパン工場に住んでいるよ。鼻がよく効いてバイキンマンの変装を見破るよ。11位、ポッポちゃん。かわいい赤ちゃん電車、みんなの人気者だよ。小さいけれどとっても力が強いよ。12位、食パンマン。美しいものが大好きなアンパンマンの仲間。いつもは食パンマン号に乗って学校にパンを届けているよ。13位、長ネギマン。鮮やかな剣さばきで悪者を退治してくれる正義の味方。マスクを取った正体はネギおじさん。みんなには秘密だよ。14位、天丼マン。特大のエビ天が自慢。明るい性格でいつもてんてんどんどんと歌いながら歩いているよ。15位、ホラーマン。見かけは怖いけど乗せられやすいお調子者。ドキンちゃんが大好き。骨ブーメランが得意技だよ。16位、クリームパンダ。アンパンマンに憧れている元気な男の子。まだうまく飛べないけれど頑張って練習しているよ。グーチョキパンチが得意技。17位、かつぶしマン。剣の修行の旅をしている。とても強いが猫が苦手。武士を辞めてお蕎麦屋さんをしていた時もあるよ。18位、カバオくん。町に住むカバの子供だよ。食べることが大好き。とっても食いしん坊なんだ。19位、白玉さん。お芝居と歌を届けるトップスター。美味しい白玉を振る舞いながら旅をしているよ。20位、SL マン。いろいろなものを運ぶ
力持ちの蒸気機関車、子どもたちを乗せて遠くまで行けるよ。21位、ジャムおじさん。パン作りの名人でアンパンマンの生みの親、優しくて物知りだよ。アンパンマン号などの機械を作る科学者でもあるんだ。22位、鉄火の巻ちゃん。鉄火巻き作りの名人、短気な性格だけどとっても強い。巻きすだれを使って戦うよ。23位、おむすびマン。旅をしながら困っている人を助ける正義の味方、杖を剣のようにして戦うよ。24位、カビルンルン。バイキンマンの手下、大勢で動き回るよ。アンパンマンの顔にくっついてカビさせるよ。25位、小結びマン。おむすびマンに憧れて弟子になり修行をしている。ビー玉を投げて敵と戦うよ。26位、フランケンロボくん。バイキンマンが作ったロボット、バイキンマンをパパと呼んでいて、いつも会いたがっているよ。27位、ハンバーガーキット。西部の街を守るカウボーイ、投げ縄が得意だよ。馬のピクルスに乗って悪者と戦うよ。28位、釜飯丼。おっとりした性格だよ。釜飯が自慢で自分の釜飯が一番美味しいと思っているよ。29位、オクラちゃん。美味しい野菜を作っている女の子、野菜を大切に思っていて、野菜をあげるときにはお別れが悲しくて泣いてしまうよ。30位、焼きそばパンマン。2つのヘラを使って敵と戦う正義の味方、美味しい焼きそばパンを作ってみんなに振る舞ってくれるよ。31位、バタコさん。パン工場でジャムおじさんの手伝いをしている元気な女の子、裁縫が得意でアンパンマンのマントを直してくれるよ。32位、ケムリーヌ。煙玉から生まれた不思議な犬、お化けや飛行機何にでも変身できるよ。でもまた煙に戻ってしまうんだ。33位、ミミ先生。町の学校のウサギの先生、優しい先生だけど悪い子には少し厳しいよ。34位、ロールケーキちゃん。美味しいロールケーキを食べてもらうためにローラースケートで旅をしている女の子、元気がいいけどせっかちで慌てんぼうだよ。35位、しょうがないさん。しょうが料理作りの名人、しょうがないさんが作ってくれたしょうが湯を飲むと心も体もポッカポカに温まるよ。36位、レアチーズちゃん。名犬チーズの可愛いガールフレンド、チーズのことが大好き、うさこのお家に住んでいるよ。37位、ニガウリマン。ギターを抱えて旅をしている、ニガウリを投げたりニガウリジュースをかけて悪者と戦うよ。38位、ドリアン王女。気に入ったものは何でも欲しがるドリアン王国の王女様、わがままだけど優しいところもあるよ。39位、プリンちゃん。いつもニコニコ元気な女の子、誰でも信じてしまう優しい性格だよ。40位、チビゾウ。町の子供の一人、体は小さいけれど鼻の力はすごいぞ。41位、いちご大福ちゃん。いちご大福作りの名人、
大福寺におじいさんの大福和尚と住んでいるよ。42、エクレアさん。何でもすぐに心配してしまうプリンちゃんのお友達。プリンちゃんといつも一緒だよ。43位、伊達巻マン。伊達巻の美味しさを広めるために旅をしている。人気者になりたくていつもカッコつけているよ。44位、豚まんまん。食いしん坊で人の食べ物を取ったことがあったけれど、今は優しい豚まん屋さんだよ。45位、いくら丼ちゃん。どんぶりまんトリオの妹分。明るくて誰にでも優しい子だよ。46位、くるん。バイキンマンが発明した何でも吸い込むゴミ箱から飛び出してきた。命の星を守る大事な役目をしているよ。47位、ブルブル。宝探しの一族のライオンの男の子。お父さんから渡された宝の地図を持って冒険の旅に出るよ。48位、ちびオオカミ。満月を見るとオオカミお化けに変身してしまう男の子。いつも一人ぼっちだけど本当はお友達が欲しいよ。49位、ゴミラ。ゴミが大好物の怪獣。食べ過ぎると大きくなるよ。みんなに迷惑をかけないように古いお城のカバンの中に住んでいるよ。50位、マダムナン。おいしいナンをごちそうしてくれる。心が広くて優しい性格だよ。50位はもう一人、ラーメン天使。大きなラーメン丼に乗ってやってくる正義の味方。お腹が空いた人に美味しいラーメンを食べさせてくれるよ。最後まで見てくれてありがとう。また次の動画で会おうね。チャンネル登録よろしくね。